2021年志摩の、オンラインフィッシングショーということで、今年出る、新製品の紹介をしていきたいと思います。じゃあまず最初に、ライトゲームのエクスチューム、ね、こちらのサーですね。でこれはあの、64それから、73、82で全、8アイテム新しい、全8アイテム、になりますね。特徴としてはこのタフテックインフィニティ、これですね。これを従来のソリッドより短くすることによって、あの軽量化、大幅に軽量化できている。で、軽量化できるってことは、まあ、その感度が良くなったり、操作性が良くなる。あともう一つの特徴が、このカーボンモノコックグリップですね。これ、ずっとつながってるんで、こちらでも、その当たりを感じることができる。ね、まあ、穂先のソリッドが短くなることによって軽量化をする、軽量化をすると、まあ、自然的に感度が上がってくる。で、軽くなるってことはその持つ力も軽くて済むんで、余計その感度が感じやすくなるんですよね。いろんなそのなんつうんでしょうね、当たりとかその水の中の状況っていうんですかね。で XC とエクストリームガングリップ、これもこう手に乗っけるだけでうまくホールドできるんで、これと合わせて、まあ、かなり操作性も良くなって、快適な釣りができるんじゃないかなって思います。で、まあ、感度が良くなったってことで、その、まあ、実際このライトゲームシリーズっていうのはその手感度よりもどちらかというとこう目感度だけで十分な釣り物向けの釣り物のターゲットが多いんですけども、例えばそのヒラメ釣り、そのイワシがこうヒラメに怯えて暴れる細かな振動とか、それからアマダイ釣りなんかだと、あの本命アマダイ以外 の, その小さい魚のあたりですよね、柔らかいオキアミ餌を取っていくような細かい小さいあたりとか、あとはそうです、ね、タチウオなんかもその天野でも天秤でも触ってくる触りですよね。そういうのがこうより感じやすくなる。そういう意味ではその軽量化、それから好感度で少しこの強く感じるんですけども、その強く感じることによる操作性の良さっていうのも相まってすごくよくできているサウじゃないかな、シリーズじゃないかなって思います。続きましてそのままの流れで今度エキサイトゲームですね。でこれももともとそのシリーズとしてはあるんですけども、今回その64で2アイテムで、73で1アイテム追加になります。で64はちょっと柔らかめで、73は少し硬いところが追加になるんですけども、そのよりそのゲーム性が高いっていうか、こう竿を曲げて遊べるような調子の64の柔らかいところなんで、そのコマセマダイとか、あのまあライトウィリだとかね、あの細い糸でそのよりなんだろう、遊びながら楽しく釣りができる、視覚的にそういうラインナップの追加になってます。で、あの73に関してはダブルエッジってその今までなかったところですね、もっと硬いところなんで、あの何でしょう、もうちょっとこう探る釣りっていうのかな、例えばオニカサゴとかアカムツとかそういう釣りにも向いてます。そのテーパーがこう73だと73ってはっきりしないんで、その負荷によって多少こう変化するんですよね。だからその少し太い針、そのコマセ釣りとかそういうのにも使える。だからあのこれもそのライトゲーム同様、自分でこう使ってみたいなとかっていうような釣りを見つけて使うとか、自分が従来使っている釣りに当てはめて使ってもらえると楽しいのかなって思います。しかも、フルソリッドなんですけども、普通のただのソリッドじゃないんです。これね、シマノ独自の、ハイパー X フルソリッド、これもうずっと詰まってますんで、あのねじれとかブレにものすごく強いんで、もう安心して操作したりコマセを振ったり、やり取りでグイッと曲げてもらって楽しんでみてください。で、続きまして、ベイゲームシリーズですね。ベイゲームシリーズは今回、キス、ヒラメ、それからマルイカ3アイテム紹介させてもらいます。まずキスですね。キスは SMH3 アイテムで、まあこのエッジっていうのがちょっと特徴があって、ものすごくこの硬いんですよね、従来のそのキスの竿に比
較すると。ただその分操作性とから感度がものすごく良くなってるんで、ちょっとこうやってて操作感だとか当たりが今まで使ってるサウで不鮮明だなと思ったら、ちょっと試してもらえると面白いサウかなって思います。で、EU シートですね、これも段差のないすごくこう細身のグリップになってるんで、違和感なく1日こう持ってられると思います。こうやって持つ人にもこうやって持つ人にも、まあ違和感なくずっといけると思います。で、まあ、あとは S と M なんですけど、 S なんかはその正規浅いところでねバンバン食うときとか、あとはその渋いときの食わせ系ですね、穂先がちょっと繊細になってるんで、そうこういうの試してみるとその引きもダイレクトに味わえて楽しいはずです。正直結構引くんでね、うん、でこの M っていうのはもうその中間、まあ、中間って言っても M 食わせに近い竿なんですけど、まあなんかとりあえず1本だとこの M がおすすめになりますね。じゃあ続いて、丸イカの竿ですね。丸イカ釣り、ここ数年こう釣り方がいろいろ変わってまして、あの重りをそこにつけるゼロ点っていうのがちょっと主流になってきてるんですけど、まあそれに特化した竿ですね。で、あの元々あったやつはそのどちらかというとちょっと浅いところ向きの竿だったんですけど、これはもう深いところでも吸って動かせられるように、ほもちまで結構ガチッとして先だけこう当たりが見えるようなソフトの刃先になってるんですね。で、まああの特に初期なんかはそのあんまし柔らかいと水深もあるんで、上でどんな操作しようが下に伝わらないんですけども、まあこのくらいあればこうバッチシその吸ってにもその竿の動き叩きとか伝わると思うんで、慣れればね、このくらいの竿がもしかするとオールシーズン使えていいのかもしれないです。まあ、僕個人的にはこの長さんが好きですけどね。でもまああのマリーカもね、今ちょうどシーズンなんで、ぜひこういう竿を使ってバリバリ釣ってみてください。続きまして、ライトヒラメ。こちらですね。まああのシマノのライトヒラメの竿は、まあ7364ともにそんなに調子的に改良する余地がないぐらいよくできてたんですけども、ベイゲームに今度だからこれつけました。エクストリームガングリ。これをつけることによってさらに従来のベイゲームに比べて操作性が良くなったんで。その横流しなんかでね負荷がぐーっとかかってくるんですけども、そういうのもまあかなり楽にこうホールドして快適な釣りができるんじゃないかなって思います。これ僕の大好きなコマセマダイの竿、新しくなりました、アルシエラマダイで、これあのまあUD グラスで、この UD グラスっていうのはチューブラの UD グラスなんで、普通のソリッドに比べるとその全然軽量化されてるんですね。で、あの曲がりもスムーズ、こうやって振っただけでもこのね感じがね、いやいかにも大竿っていう感じがいいですよね。で、長さが250と235ツーアイテムで、あの一応クリとしては短い方が手持ちで誘ったり、長い方が置き竿っぽいっていう感じのクリになってるんですけど、全然関係なしです。どっちでも大丈夫です。短い方を置き竿にしてもいいし、長い方で誘ってもいいです。両方ともこの XC とエクストリームガングリップがついてるんで、持ってもらえば。で、グラスですけども、チューブで軽量なんで、もうかなり。で、タイ竿ってもともとその曲がる竿なんで支点が手前に来る分、従来の硬い竿よりは持ち重い感もないんで、多分、電動リール抜けて、男の人だったら1日誘い続けても問題ない軽さになっていると思います。